福島県立川口高等学校は福島県大沼郡金山町に所在する県立高等学校。学生や地元住民からは川高の愛称で親しまれる。2018年に創立70周年を迎えた奥藍津地域に所在する高校である。小規模である利点を生かして進学指導や就職指導に力を入れており、国語と数学と英語では一学級をに分割した。 就熟度別授業を実施し、進学補習や公務員試験の補習、個別指導が盛んに行われている。進学では国立大学に毎年合格者を輩出している。また就職ではインターンシップの実施や訪問介護員に給資格を取得できる社会福祉コースが設置されている。中距離通学生のために寄宿者が存在しており、寄宿者内でクリスマス会や 機内訓練等の行事が行われている。平成27年より遠距離通学生のために町が若切り寮を設立。遠方から来る生徒向けにお盆、大晦日以外は生徒を受け入れている。新潟福島豪雨による只見仙台港バスでは川口高校前停留所がある。これは合津バスの川口車庫の目の前に停車する。運賃は本名駅に行くのと同じ値段のため。 切符は本名の乗車券を購入する。川口高校前停留所。ありがとうございます。